今日は池江璃花子さんが東京オリンピックの代表のに選ばれたことのお祝いのメッセージを送ります。池江璃花子さん、本当にオリンピックの出場、泣いておめでとうございます。私は池江璃花子さんが白血病になったと聞いたとき、神様っているのかなって思いました。 一生懸命頑張ってるのに18歳で病気になって残酷だなって思いました私も統合失調症で19に発病して現在56歳37年間病気と戦っています、えー、と3月29日から4月16日まで入院していましたがせっかく6キロ痩せたのにまた3キロリバウンドしてしまいました 自分の意思が弱いのかもしれないけど、なかなかうまくいきません。全身痛で痛いけど、頑張っています。池江里香子さんの名前で蓋を作りました。聞いてください。一生懸命、病気と戦って、 掴んだオリンピック代表決して負けない努力家で頑張ったあなたいつも笑顔を絶やさずに頑張り続けた リーパーで、飛行で、賢くて、努力家で、かわいいあなたの笑顔、本当に素敵で、子供のように、 笑う笑顔が可愛くて心のこもった優しいあなたは決して負けずに病気と戦いオリンピックの 代表内定に決まったよあなたが病気と闘ってみんなに希望と勇気を くれたことは世界中の人たちに感動を与えたよきっとオリンピックで金メダル取ること神様に祈り 応援しています。無理しないで頑張ってあなたが言った言葉「努力は必ず報われる」「私も努力という」 言葉「大好きで」「あなたが言いた言葉」「神様は乗り越えられない」「試練は与えないということ」「本当にそう だと思う頑張って頑張って応援し続けるからきっとオリンピックで金メダル」 頑張れ頑張れリカコ、頑張れ頑張れリカコ、わーやー、ふれー、ふれー、にーっぽん頑張れ頑張れにーっぽん、頑張れ頑張れにーっぽん、やーやー、りかこさん、絶対あなたなら、東京オリンピックで金メダル取れるから、応援してるから、日本中の人たちに希望と勇気を与えてください。 私も頑張ってもっと痩せて綺麗になってたくさんの人を見返してやりたいと思います。また太っちゃったから明日から気をつけたいと思います。リカ子さん、体無理しないでオリンピックで金メダル取れるように祈ってるから頑張ってください。ありがとう感動ありがとう本当にありがとうおめでとう